もう7時ですからね。ね、いい時間ですよ。もう何にも決まってないけど、どうする？見事に待ちよ。会議中。中。言うても3人しかいないし。そこね。うん。会議って言うてもね。そう言うても。バツラディオ。バツラディオ。一旦終了を迎え。おー。そうですね。そういえばそう。そう。結構前に感じがしてしまいますけど。ラジオを再開しようっていう話にもならず。なってないですね。今日まで来ちゃったわけよ。でとりあえずね、はい、こう代表が動画撮りてって言うから動画でやるものがさ、なんもねえ、うん、動画ってなんすかね。動画ってなんだろうね。動画は動画だよ。こういうのずっと流しておくよ。誰が見るの。家族が見るやつでしょ。ホームビデオ。お母さん。まあ、バツレディオの方が最終回を迎え、うん、はい、その最終回の収録後にね来たメールがございます。ですわすけーずす先生。お願いします。なので、はい、いただいたメールはきちんと紹介するというね、はい、スタイルはちゃんとね守っていきたいなと思いますので、本日メールの方携帯からの確認にはなりますが、もはや会議を諦めたからご紹介をねまずしていこうと思います。はい、はい、というわけで、3通ね、3通溜まってんの。結構溜まってる。だいぶね、2ヶ月近く放置。年末、そうそうそう、ね、リーディングとで忙しかったから、うん、そうそう、忙しかった。すごい今暇してるみたいな感じ。忙しかった。そう、直近まで忙しかった。そう、忙しかった。そうよ、ここからバリバリやってっから待ってろよ。ではメールの方をご紹介させていただきます。はい、ラジオネーム、石塚たまきさん。あ、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ついにご紹介させていただきます。ドラマ CD の収録お疲れ様でした、はい、それとイーディングライブの稽古が始まったと峰さんのツイッターで知りました。雪が積もる北の大地からリーディングライブの成功をお祈りしております。ありがとうございます。失礼いたしました。はい、はい、というわけで、バッツレディオの方も、聞きましたと。はい、ありがとうございます。お誘いありがとうございます。残念ですが私北海道在住なのでスタジオまで行くことができません。申し訳ありません。メールで回答を送るという形になりますがよろしいでしょうか。プライベートな話はあまりできませんがあれこれ話すのは好きなので質問をお待ちしています。お気軽にどうぞということで、はい、メールの方、うん、お送りします。そう、質問攻めの、メールを、質問攻めのメールをお送りいただきます。しますね、たくさん、はい、脚本の方もそうですね、だいぶ、はい、我々の作品に関わってくださってる。再生回数もね、そう最近あれだよ、あのチャンネル登録者数が結構増えてる。ああ、そうなんですか。ありがたい。そう、いくつでしたっけ。260、70ぐらいいってるんじゃない。そんなにいってるんですか。260、70いってる。結構ですね。のにさ、バツレディオに再生回数、うん、稼げてない。なんならその登録してくれてる人数よりも少ない。はい、はい、つまんねえ。今後の新企画で決まってね、決まってから再生回数回していくから。はい、というわけで、はい、石塚さんね、新しい企画の方でまたメールとかを送らせていただこうと思いますのでよろしくお願いします。続きまして、はい、ラジオネーム、ルナさん。ルナさん、バッツレディオの皆さんにお便りということで第28回放送を聞きました。さよならは言わないよで、なんでやねんって思いましたが納得しました。再開をお待ちしております。というわけで、はい、再開しました。お待たせいたしました。いや、ルナさんはね、ビーディングライブの方にね、そう、来てくださいて、お声掛けいただいて、ご挨拶はねさせていただいたんですけど、ルナさんこちらも見てますか。ぜひぜひね、こちらの方もよろしくお願いします。そして、はい、3つ目、最後のメールの方は、あれですね、ドラマ CD の方、冬コミで、はいはい、しましたね、させていただいたドラマ CD の方に出演していただいた、武田由紀子さんからいただきました。はい、こんばんは。先日ドラマ CD に参加させていただいた武田です。収録の際はありがとうございました。収録現場に行ったことが初めてで本当に楽しかったです。
行ってまず差し入れの多さにびっくりしました。みんななんやかんや持ってきたのすごいなと思って、パーティーみたいな、うん、軽いパーティーでしたからね。皆さん優しくてもっといろいろお話ししたかったのですが、少し緊張もあり縮こまってしまいました。私は東京に電車で通っているのですが、収録の次の日 JR 高崎線と湘南新宿ラインが始発から止まったので、もし収録日に重なっていたらと思うと本当に危なかったです。ドラマ CD 予告編拝見しました。かっこよかった。とても発売が楽しみですということで、無事発売もしまして、しました。冬込みもね、無事に終わりまして、あ、ね、あ、そう、冬込みにいた、いた、ヒゲですよ、はい、でした。このヒゲでした。このヒゲです。皆さんは東京に住んでいらっしゃると思うのですが、おすすめの区、町はありますか？上京するとき、どこに住むか考える際の参考にさせていただきたいです。寒い季節になってきたので、風邪などひかないよう気をつけてくださいね。ラジオ、これからも楽しみにしています。おすすめの区は、南区です。南区何でしたっけ。そんいやいや、これから、はい、まあまあまあ、今見てる人はね、これ動画で回ってるから、こう、あ、動画がついになんかあの止まった絵じゃなくなったっていうのがあるんですけど、ドーガさんの止まった絵じゃなくなった。なので動画配信に、そうです、はい、ラジオ、そうなんだ、まして、ラジオから動画に、まして、その名も、はい、もう実はね、名前決まってる、決まってます。そうなんですか。ババーン、ババーン、東京バッツでしょー。というわけで、はい、新番組こちらで、はい、はい、こちらのタイトルでやらせていただきたいと思います。はい、そして、そして、はい、この東京バッツでしょー動画配信するというわけで、こんなね、その日の気分でね、服なんか着てられない。紫なんか着てらんねーよ。着らんない、もう紫に青なんてね。というわけで、その勝負服に違いますか。せーの、えい、というわけで、収録じゃ来たー、やりました。ちゃんとね、分かりやすいように名札も、そう、名前も皆さんぜひね、覚えてくださいね。覚えて帰ってください。この名前であんま呼んでないよね、はい、私は神出であれだけ呼ばれてるけどさ、この辺アキラだし、タカポンだし、まあね、皆さん我々の名字を覚えてる。下手したら近藤って誰ですかね。まず、あ、メンバー内でも多分そういうとこあるよ、ね、ありますね。近藤誰みたいな、いたみたいな、いるいる、近藤なんて人いたっけっていうのはあるけど、ここから先はね、こちらの生かした、生かした、これね、テントがね、ちょっとゴムが入ってるね。この糸がめっちゃ出てるこれね、これね、すんごいね、スケールの、スケールの、そう、向こうはめっちゃ見えるんですよ。この時期これで外出たら死にます、うん、でもこれが消毒なんで、たとえ外ロケがあっても、してもこれで行くから、これで行きますから、はい、なのでっていうかね、寒いせいに恥ずかしいって言ってのもありますが、これになったらね、普通の味なんですけどね、うんうん、でもだすちょっとダサいです、ね、ダサい、さっき見てびっくりした、黄緑のなんかね、若さ異常でしょ、なんか二人ともちょっとおしゃれ感あるのにでも私さっきヤンキーみたいって言われたよ、そうそう、やってっからな、はい、というわけで、ここから、はい、東京バッツでしょ、うん、よろしく。